けど。うん。私早く大きくなんないかなと思って。大きくなってもろくなことあれしまへんで。そうじゃないの。早く浩二と釣り合うようになりたいだっけ。浩二。あ、見えてきました。ルリハンの頭の中に浮かんどる。ほな、その男の理想の女性にしてあげるちゅうことで、とりあえず休ませてもらえまへんやろか。ああ、ほんと？なれるの？浩二の一番好きな子。ああ、なれまんがな。うちがルリハンのそばにおる間はな。ありがとう。もう使えるの？試してみてもいい？ああ、よろしおま。あいで！あはははは、ほちゃうか。ふん。せやけど、それが浩二班の理想の女の子やったらしょうがないとちゃいまっか。そっか、あいつ女の子といえば今は斎藤子並みだけだからな。まあいっか、これで浩二を驚かしてやるんだ。